もこんにちは、レッドです。さあ久々にやってまいりましたよ、スタンス。私のアコードがね、今スタンスの中に入ってるので、ハマちゃんを呼んでみたいと思います。ハマちゃーん、ハマちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。あの、ハマちゃんにアコードを持ってきてって言われたんですけど、今日何するんですか？シルビアをオーディオやったんで、今度アコードもどうかなと思って。アコードも、はい、いいんですか？やってみたらどうかなと思って呼んで。ありがとうございます。はい、じゃあメーカーさんお願いします。イースコーポレーションの柏田です。イースコーポレーションですね。具体的に何をするんですか？今日はドアの帽子とフロントスピーカーとウーハーつけて、今年の1月新商品が出ましたんで、その新商品の DSP を取り付けようかなと思って。アンプってことでよろしいですか？そうですね、デジタルシグナルプロセッサーが入ったパワーアンプっていう。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは取り付け作業レッツスタート。今回は2日間という作業期間の中、撮影しながらの作業なので、どこまでできるのかわからないんですけど、頑張っていきたいと思います。その今回使うものの紹介をしてもらいましょう。これはまず防振剤、ドクターアルテックスという商品の低温のドアのビビリオ。すごいですね。アルミにブチルが貼ってるっていう、あの、去年から取り扱い始めた新商品で。気になることといえば、この表面がモコモコしてますよね。表面積をやっぱ増やすっていうのが目的で。表面積を増やす、はい、ツルツルよりもこっちの方が効果はあるっていう。ただのデザインじゃないんですね。ですね。これを使うと 250Hz からより低い音に効果があるって言われてます。さっきが低音で、今度は中高音、吸音、遮音、音を吸ったりとか、中高域の音を遮音する。感じ的にはめちゃくちゃ柔らかいスポンジです。ちなみにこれは何でしょう？これはね、拡散剤って言って、これスピーカーの後ろに貼ります。これ貼ったらどういう変化が起こるんですか？音をね、拡散します。貼る前と貼った後の音を聞き比べてもらったら。あ、分かりました。分かりやすいかな。スピーカーケーブル、バイルと、あの、配線、電源ケーブル。今回使っていくスピーカーはどこのメーカーでしょうか？これドイツのグランドゼロっていうブランドです。グラウンドゼロ、はい、音質的にはどんな感じなんですか？どっちかというと、ね、若者が受けるようなパワーって、なりっぷり良くて、はい、楽しく聞ける。続いてこちら、ウーハーですか？ウーハーですね。30センチ。もうこれスピーカーとボックス一体型で販売してる感じです。はい、今回のね、新商品 DSP 内蔵アンプ。アンプです。アンプって言ったら結構大きいイメージがあるんですけど、結構コンパクトですよね。 55W×6 チャンネル。6チャンネルなんですか？うん、で、4チャンネルでこっちのスピーカー鳴らします。残りの2チャンネルを使ってウーハー鳴らします。あ、6チャンネルもあったら結構大きいイメージがあるんですけど、はい、すごいっすよね、これで6チャンってのは。 DQ アンプっていうやつなんで、小型化できてます。で、これ先ほどのアンプの専用コントローラー、これがあるとないのではどう違うんですか？ボリューム と、サブウーハーのボリューム、あとプリセット、音を作ったやつを切り替えたりとか、はい、あとソース切り替え、 DSP に光入力とかあるんで、ソースを入力を切り替えたりするっていうのが、それがないとできないんです。ざっくり説明すると、今回使うのはこんな感じなんですね。そうです。じゃあよろしくお願いします。お願いします。では最初にですね、このアンプを助手席のシート下に入れていくので、一度ね、シートを外していきたいと思います。助手席の回収完了です。さあ、そうこうしてる間にね、柏田さんがあっという間に内張りを外してます。じゃあ私もね、助手席の内張り外していきたいと思います。透明なビニールが取れたんで、今度はこの白いのをね、取っていきます。ブチール、ブチールですかね。これであとひたすらガムテープを使ってね、このコーキング全部取りました。で、脱脂までね、今済ませましたので、今度はスピーカーを外していきます。おお、はい、取れました。結構汚れてますよ。さあ、脱脂が終わったんですけど、次に柏田さん何をするんですか？運が悪く、この車はカプラーだったんで、穴開けてスピーカーケーブルを通すように加工します。あ、カプラーだから、ここに配線を通す穴の余裕がないんですね。ないんですよ。貫通
おお、取りました、はい、取りました。貸した3ポイント目がバイブって書いてますけど、ブランドのやつなんですけど、あ、見えました。バイブの V の方がアンプ側、はい、でこっち側に進む、でこっちスピーカーに流れます。そういう風につなげてください。加下さん、今手に持ってるそれは何ですか？耳かき。でこれで配線通します。はい。じゃじゃん。しました。はい、今は抜直を通すために配線用の穴を開けております。もう開けました。開けました。はい。あ、ストップです。で途中にヒューズ入れます。後ほどやりましょう。これは貼りやすいように細かく切ってるんですか？そうですね。印、何センチ？10センチ。10センチメド、はい、OK、 切れました。では加下さん、はい、お願いします。はい、じゃあ貼ります。通した後に剥いでる感じですか？くっついたら嫌くないですか？はい、嫌ですね。僕はそっちの方がやりやすいかなって感じです。あとは秘密兵器を持ってきたんで、この FRP のエア抜きみたいなやつなんですけど、これでしっかり密着性を、そうですね、はい、剥がれないように。で、あとこれで表面段差をつけるから、より表面積が増えて、中の方も手が入るし、これで外の音も入りにくくなるし、中の音も出にくくなるんですよね。運転席側はね、こんな感じに貼りました。今ドアを叩くとね、こんな音がします。なんか音がね、めっちゃ響く感じですね。次がこちら、今貼ったところに貼っていけばいいですか？上から貼ってください。じゃあこれを切って貼っていきます、はい、それぞれね、スポンジが切れましたので上から貼っていきます。こんな感じにスポンジをね、貼りました。で、今回はね、スピーカーの裏の部分には貼っていません。なぜかと言いますと、こちらはね、裏に貼っていきます。今回は比較のためにこれを貼ってる状態と貼ってない状態で比較したいので、今はまだ貼りません。果たして効果はあるんでしょうか？あるんでしょうか？もちろんありますよ。次にですね、外側は終わったので、今度はこの内側をデッドニングしていきます。デッドニングしました。不細工ですね。素人がやったこのデッドニングと加下さんがやったデッドニング、どのような違いが出るのか、ちょっと見比べてみましょう。これがね、私ではなく加下さんが仕上げた外側のデッドニングです。仕上がりが違いますね。次にですね、この内パネルの、裏のスポンジを取っていきます。今度はドアの内張りにこちら貼っていきたいと思います。私なりに貼り込んでみました。先ほどと違ってね、ちょっと方向をある程度揃えて貼ってみました。次にですね、このスポンジなんですけど、さっき貼ってたスポンジと違ってね、めちゃくちゃ柔らかいスポンジです。これをですね、今からこの上にね、貼っていきます。こんな感じで OK みたいですよ。はい、この子を使ってこの型をいっぱい作っていきます。乗せていきたいと思います。
これ今手元に持ってるもの何ですか？これコンピューターでこれでイコライザーでこの音源を調整してる感じですね。